はい、ということで今度はね、こちら手書きですけどビートバディーボーイの楽屋に入ってみたいと思います。失礼します。あららら、さあおなじみビートバディーボーイ様方が、まあ、映像チェックですね。ちょうど映像チェックしてます。そしてちょうど終わったとこです。イエーイ、あー、恥ずかしい、超恥ずかしいからさあもうね、ビートバディーボーイ紹介するまでもないので、はい、何しようかなって思うんですけども、どうしましょうかね。あれ映像 YouTube もう流れてるの見ました？見ましたなかなかいい感じですね、うん、おもろい感じに結構評判いいんです。ツイックスも、あ、はい、先ほどジュンさんがね、もう出していただいて可愛らしいやつを出していただいて、はい、ウェブなので そこもいいんですか。あ、でもあのお面をつけてましたね。あ、なるほどなるほど、はい、うちらはそういう下品なことですね。下品なことはね、あれ、なんか今日りょうくんとかも静かめですね、今日は。そうですね、やっぱ無理してた部分もあるから10月やし、秋やからちょっとこうクールダウンしていこうかななんてちょっと思ったりしてるけど、なんか文句ある？わぁ、機嫌はいつになく、なんかちょっと機嫌が なんだよ、どっちなんだよ、いい方の俺なのか悪い方の俺なのか、どっちなんだよ。いい方悪い方、いい方悪い方、いい方悪い方、どっちなんだ、イエイエイ。いいと言えば美味しい食べ物、飽きながらいっぱいあるよね。栗ご飯様様、栗ご飯、今の思考で出てくるの二通り二通り、どっちが様、どっちが栗ご飯、どっちが様、どっちが栗ご飯、ここでした、なんなん、ここでした、なんなん、今のためです。ありがとうございました。いや、面白かった。怒ってるかと思ったからちょっと安心しました。今日はちょっと疲れてるだけでね、朝日ですね、疲れたんで。今日、はい、ちょっと髪の毛散髪したあの新助を見せて、撮影のために、撮影のために、はい、この動画に全てをかけています。全く同じじゃないですか。違うでしょうか。どっちが新助？どっちが新助？どっちが新助？どっちがボール？どっちでもいいんじゃない？いいなぁ、いいね、まあ、この顔いいですね。あ、いい顔してる。あ、悔しい、悔しい、うわ、悔しい、悔しい、悔しい、くさろ、うぅぅぅぅぅぅぅもうこれ以上ない、これじゃないですか。何も出てこない。いやもうね、ライブも近いですからね、これ多分配信する頃には終わってると思いますけども、うん、終わってんの？はい、全部ではないですから、とりあえずね、東京は終わってるかなと思うんですけども、ぜひともね、はい、いただきたいですね。ぜひみんな YouTube 見てる人来てください、ぜひぜひ。 OK ですかね、なんか言えますか？いやいや、もう結構結構ね、フルメンバーいますもんね。はい、しんすけ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 、どっちがボール、どっちがしんすけ、どっちがボール、どっちがしんすけ、ヘイヘイ、うーん、自分でリフティング、あー、自分でリフティング、まだ出ましたね。今日ちょっと調子いいかもしれない。やばいやばい、リブンでリブンでジフティングって言った。リブンでリフティングって言った。やばい、噛んだこと。噛んでるよ。ちょっと、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 調子いい。調子いいね、今日。いいね、いいっすね。この調子でね、ステージ上でも、はい、前回ね、ちょっとあの一人で喋ってなんかあのね、ちょっと変な感じになってましたから、ぜひともね、今回はね、ライブ前なので、はい、頑張っていただきたいと思います。ありがとうございます。ということで、ビートバディーボーイでした。